ザイナーの性格がちょっと。よく流行の逆を言ってる。稲妻風なのがいいよな。デザインが目立ちすぎ。私は綺麗だと思うけど。ダメ、まだ足りない。私は流行じゃなく直感に従うの。自分の美学で規則を書き換えるわ。芸術に変える。他人に間違ってるとは言わせない。彼らもそろそろ変化を学ばないと。ファッションは私が定義する。ナビはモデルになってくれる。任せて。印象に残るのをお願い。笑って。笑顔じゃなくて実力で客を引きつけてるの。笑顔がすごく似合うのに。あ